コーナー、日本シーザー事務所属168センチ、50.9キロ、高橋アリー。昨年の自分自身のリベンジ、ニューコスチュームでシーザー事務から高橋愛です。 NAS 女子フライ級トーナメント覇者、オーストラリアジャバルト所属、165センチ、50.8キロ、クリスティーナ・ジャルジェビック。こちらは SBA のリベンジを誓います、クリスティーナ・ジャルジェビック。セバダラーワン、1回戦第4試合、今第1ラウンドのゲームです。青のコスチューム高橋愛、右の強烈な速いミドルを出していきました。対するクリスティーナ・ジャルジビック、オーストラリアから。まず尾形選手、はい、まあ、近くでこの高橋愛選手の練習試合見てきたと思います、はい、まずは表情などをご覧になっていかがですか。そうですね、まあちょっとですね、慌ててる感はあるんですけど、まあ、非常に厳しい練習をですね、本当に毎日泣くぐらい追い詰めて練習をしてきたので、はい、まあ、それがどうこの試合に出てくるか本当に非常に今楽しみですね。まあ、しかしそのラッシュを仕掛ける高橋愛に対して臆することなくジャルジビックも打ち返していきます。尾形選手が練習中に高橋選手の脇腹に強烈なミドルを入れたなんていう話も伝わってきていますけども。そうですね、もう倒す寸前ぐらいまでで、ちょっと精神的なものを試したんですけど、非常に前よりもですね、技術的にも肉体的にも進化していると思うので、精神的にも、これ楽しみですね。逆に首を叩いてきました。さあどうか、ここでチョーク、そうですね、かしこも入った、パワーが上がったになっている。ジェルジェブックのパワーが膨張しています。さあ一気に落とすか、一気に締め落とすか、さあ決めるかどうか、ジャルジェビックはこの4勝、ここで抜けました。ただ今ね、ホームをしているところですから、今チャンスですよ。見ていきたいですね。キャッチポイント1を獲得しました高橋愛。さあ一気に1ラウンドで仕留めるんでしょうか。昨年は石岡さゆりに苦渋を舐めました、手前を舐めました。この悔しさをバレに現在4連勝中。しかしここで第1ラウンドのゴング終了のゴングです。そしてこのリングの第1ラウンドのこの堂々とした動きと技、すごくレベルを上げてきたと思いますよ。その成果をはっきりとした形で出したい高橋。ここも打ち合います、右のストレート、左から右、さらにショートアップを見せていくコンビネーションを見せます高橋。対するジャルジェビック、バックを取った後輩の投げがあるか。まあ、対する尾形選手、はい、ジャルジェビックはレーナとやった時はこの投げ2回投げられましたよね。そうですね、まあ、それ以外はですね、結構前蹴りと高い前蹴りと、うまくレーナーコントロールしてたので、はい、まあ、それをだいぶ投げの練習もしてですね、進化してきたところが見受けられますね。まあ、その後に柔道のトレーナーも、まあ、呼び寄せての練習をしてきたというジャルジェビック。ここは膝打ち込んでいきます高橋。これは無体のトーナメントに銀メダルを取っているということなので、はい、クリスティーナはポイントの取り方もうまいと思うんですね。まあ、要するに相手の動きをコントロールすることがうまいと思うので、そういうところに重点を置いた戦いをしてくると高橋選手も攻めにくくなるというところですけれども、まあ、1ラウンドは超高取ったりだとかね、はい、今いいストライドも高橋選手当ててますから、そういう冷静さを保てるクリスティーナではないと思うんですね、はい。ただこの右のオープンのフックは気をつけた方がいいですね。今かぶせるような強いパンチがありました。そこにはしっかりと相手を見据えた鋭いパンチ。おお、ここもアッパーをガードの中から打ち込んでいきます。ここは投げていこうという足も抱えて1ラウンドもこの動き見せましたジャルジェビック。あそこもう一ついきます。1ラウンドと同じパターンですね。同じ展開ですね。あー、ここは抜けてしまった。これダメージはありますね、締めるか。もちろんそうですね。今は時間が、ね、短かったですけども、ただその精神的にもね、圧迫してると思うんですよね、はい。ここで第2ラウンド終了です。
ついています石川選手もかなりみたいですね、という話も伝わってきてますね。血も涙もないみたいですね。なるほど、なんかスイッチが入るみたいですね、なんかそれじゃあ僕ら笑う悪者みたいじゃないいやそんなことない、それがあったからこ そ、ね、今日の高橋試合があるんです。そういうことですね、はい、セオダーラストラウンド3ファイナルラウンドです。高橋試合1回戦突破に向けての最終ラウンド、右の強いストレートから入ってくるのがジャリミック。しかしここは高橋も冷静に対処する。逆にロープに攻めていきます。膝を返してくるジャリミック。膝、高橋試合も長い手足があります。組むか尾形選手、今高橋試合に一言アドバイスを送るとしたらどういったことですか。そうですね、パンチからですね、膝蹴りがすごく練習してきて、特に高橋左の膝がすごく強いんですね、はい、それをちょっとまだ出し切れてないので、組んでからの膝は非常に成長がうかがえるんですけど、もっと練習したことをですね出してほしいと思いますね。まあ、その辺はまだ熱くなっている部分もあるかもしれませんね。そうですね、まだちょっと距離がですね合ってないですね。パンチからの飛びを抱えての膝を投げていくか、さあどうか、これはどうか、崩れます。ラスト1本、クリスマー素晴らしいです。投げる入るタイミング抜群なんですけど、上のロックがちゃんとしないんで投げれないんですよね。打撃の手数でここは上回っていきます。高橋再び投げの体勢に入ろうというチャレジビック。ちょっと大江さん、これジャリジャリックがなんとなく疲れてきたかなという感じもするんですか。疲れとともにあと攻めあぐねですよね。中に入りすぎればまたチョークもらえますし、はい、で高橋選手の膝もね、まあ、銃の力を出してないにせよですね、きついと思うんですよね、はい、そういうことを考えている間に2分というのはあっという間ですからね、はい。まあ、その点に関しては高橋はスタミナありますからね、いいコントロールだと思いますよ。残り時間がどんどん少なくなってきています。ショートアッパー、さらに左の膝も出していきます。近い距離、ここで第3ラウンド終了です。結果はどうか、判定です。ジャッジ強30対29青コーナー高橋、1人目は高橋。ジャッジ鈴木30対28青コーナー高橋、2人目も高橋。30対27青コーナー高橋、3人目は3ポイントつけての高橋でした。青コーナー新代高